また種を購入すれば種から育てるという育てると言えないまた種を購入すれば種から全然言えない。また種を購入すれば種から育てるというメリットもあります。違う。また種から育てれば種から、ただご注意いただきたいのは、種は鮮度が低いと発根率がガクッと下がってしまいます。発根じゃない。これは現地のマダガスカルや、同じグラキリスですが、こんにちは、ペットベンチャーです。今回はパキポディウムグラキリス現地級と未消化株の育て方の違いをご紹介したいと思います。今回動画を紹介するにあたってリサーチを行ったのと、初の未消化株を購入しました。おそらく未消1年くらいのものかなと思います。未消化株とは現地のマダガスカルから根を切断された状態で輸入されてくる現地級とは異なり、日本で種から成長した株のことを指します。現地級との大きな3つの違い。1つ目、値段。マダガスカルの現地株は大まかに2万円から5万円で売られています。また特徴的な形の株や大きな株は10万円を超えます。近年多くの現地株が日本に輸入されているので、価格が以前よりも安くはなってきましたが、それでも1株2万円以上するのが現状です。未消株はネットなどでも安く購入でき、ある程度育った株も購入できます。また種を購入すれば種から育てるという楽しさがあるというメリットもあります。ただ種は鮮度が下がってしまうと発芽する確率がガクッと下がってしまいます。ぜひ信頼できる方からご購入いただくのが良いと思います。2つ目、形状。現地球は丸みのあるユニークな形をしているのが特徴ですが、これは現地の南アフリカマダガスカルの厳しい環境によってこのような形状になっていますが、日本で未消として育つ株は同じグラキリスですが、ある程度丸く太くすることはできますが、私の知る限りこのような現地球のような形になることはありません。3つ目、育て方。未消株は現地球と育て方は似ていますが、まだ小さい未消株は育て方が異なるので、ここからは現地球と未消株の細かい育て方の違いを紹介したいと思います。現地球の置き場所。以前投稿したパキポディウムグラキリスの育て方ですが、こちらは概要欄にリンクを入れておきます。こちらの動画でもお話ししましたが、現地球は室内で栽培をすると3年で枯れてしまうというジンクスがあります。それは自生地のマダガスカルの環境が関係していて、強竹糖科パキポディウム属はギリシャ語で太いを意味するパティスと足を意味するポドスが組み合わさった株の姿をそのまま表した名前です。原産地はアフリカ南部とマダガスカルの乾燥地帯になります。丘陵の岩場や乾燥した平原などに自生しているため、日光を非常によく好みます。これが室内では育たない理由になり、室内で管理をするということはガラス越しの光で育てるということになりますが、ほとんどの建物では UV 遮光ガラスというものが使われています。このガラスを通過することで光量は8割もカットされてしまいます。そのため多くの開墾植物は室内では光が足りずに弱ってしまいます。実はガラス温室というのは近年では少なくなっており、ガラスに見えてもポリカーボネットであることが多いです。室内では育たない理由は他にもあり、室内では温度変化が乏しいため成長ホルモンがうまく働かないというのも理由の一つになります。そのため屋外で植物に季節を感じさせることも重要になります。もちろんパキポディウムグラキリスなどの開墾植物は寒さに弱い傾向があるので、冬は室内で越冬する方が無難です。ただパキポディウムグラキリスの花を咲かせる方法として、冬に入る前に屋外で全ての葉を落葉させるというテクニックがあるのはこのためです。ですので春から秋にかけてグラキリスの全ての葉が落ちるまでの間は屋外の最も日光が当たる場所で管理するのが良いと思います。ちなみに私は現地球株を屋外で育ててはいますが、栽培できるスペースというのがバルコニーしかないので、一日中直射日光が当たる環境ではなく半日陰という環境で育てています。半日陰のバルコニーでは常時直射日光が当たる環境ではありませんが、午前中の数時間直射日光が当たる環境になっています。そういった環境でもこのように元気に育つことができるので、直射日光を当て続けられる環境がない方でもこのように栽培を行うことは可能です。未消株の置き場所。ここで気になるのは、未消株も外管理をするべきか、また冬の休眠期に入る前外で落葉させる方が良いかどうかです。植物なのでいろいろな考え方があると思いますが、私がリサーチを行って出した結論は、屋外で管理をして早めに室内に入れるということです。
もちろん未消化であっても光量は必要で、暗い場所ではうまく育ちません。また昼夜の寒暖差を感じさせることで成長ホルモンを働かせることができます。しかしまだ株が安定していないため、極度の暑さと寒さには耐えられない可能性が高く、また極度な乾燥にも耐えることができません。現地球と未消化の水やり、未消化は発芽させるために、湿度を保つため腰水という水を張った水盤に鉢ごと浸し、水を切らさないようにする管理が一般的です。この管理は環境によって異なりますが、発芽してから2ヶ月程度行われます。そのため現地球のように鉢の中の土が完全に乾いてから水やりを行うというサイクルは、未消株の場合はある程度大きくなってから行う必要があります。このため小さい株であればあるほど水やりのタイミングは難しくなると思います。またこの腰水から普通の水やりに移行する際に起きるトラブルは多くなります。それは湿度を高く保つため、カビや細菌が繁殖しやすくなり、根から腐ってしまうことがあるからです。また根がある程度成長している状態で腰水管理を続けてしまうと根腐れを起こしてしまうため、通常の水やりに移行するタイミングも重要となってきます。私が購入した株は発芽から1年ほど経過しているため完全な乾燥には耐えられないと思いますが、鉢の中が8割ごと乾いてから水やりをするのがベストだと思います。またさらに1年ほど経過すれば、鉢の中が完全に乾いてから、もしくは完全に乾いてから3日ほど経過してから水を与えるという、ある程度乾燥させながら育てる方が生育が良くなるようになってきます。現地球と未消化の越冬、冬の管理方法ですが、現地球は冬に休眠期となり、水やりをしない、もしくは少量の水やりで冬を越す方が翌年の芽吹きが早く調子が良くなります。しかしまだ数ヶ月数年の未消株では休眠させてしまうと帰ってこなくなる可能性が高いので、冬に入る前に早めに室内に移動させて10度以上の温度を保ち、できれば室内の最も明るい場所で植物育成ライトで光を補いながら風通しを良く、もしくはサーキュレーター、もしくは扇風機などを使用してより安全に冬を越すのが無難です。植物育成ライト、サーキュレーターは必須ではありませんが、あるとより安心で生育を安定させられるとお考えいただければと思います。おすすめの植物育成ライトはブログで紹介させていただいているので、ご興味があれば概要欄からブログの商品リンクをご覧いただくのが分かりやすいと思います。また以前このような動画も投稿しているのでご参考になるかと思います。私が当時この動画を投稿した時はライト1つの値段が799円だったのですが、最近値段が変わって919円となっているのでご注意ください。またこちらの商品は楽天でのみ商品の取り扱いがあります。続いては未消化株の管理における3つの注意点をご紹介したいと思います。1つ目、真夏の直射日光。発芽から数ヶ月数年の株は厳しい暑さにも耐えることができないので、真夏であれば直射日光が1日中当たる場所で管理している場合は涼しい場所に移動させるか遮光する方が良いです。ちなみに現地球や発芽から数年経っている大きな株は直射日光にできるだけ当てて管理をした方がよく育ちます。2つ目、真夏の水やり。夏場は鉢にいっぱいの水が入っている状態で直射日光に当たると煮えてしまい根腐れを起こす可能性があります。真夏は涼しい時間帯に水やりをするのが良いです。これは現地球も同じとなります。3つ目、肥料を入れすぎない。現地球であれば少量の肥料、例えば元肥を施肥する場合は追肥は使用する必要がなかったり、液体肥料のハイポネックスであればサボテン用の2000倍に希釈するのが良いというように、厳しい環境のマダガスカルでは肥料をもらえるような環境にはないため、肥料を与えても少量というのがポイントになります。未消化であれば発芽してから木質化するまで肥料を与えてしまうと逆効果になってしまう期間があります。早くても発芽から半年から1年は肥料を与えず、肥料の使用を開始してからも薄めに希釈をして様子を見ながら施肥していただければと思います。害虫被害について、パキポディウムはハダニと貝殻虫の被害に遭いやすいです。キョウチクトウ科とトケイソウ科の品種は特にハダニの被害に遭いやすいので、普段から風通しを良くしておく必要があります。発生してしまった場合は歯ブラシなどでこするか、スプレータイプの薬剤を粉を飛ばすように吹きつけます。
私のおすすめは貝殻虫スプレーとマガンプ系とハイポネックスに殺虫成分のジノテフランというものが配合されたハイポネックス殺虫剤入りとマガンプ D になります。このジノテフランという殺虫成分がかなり優秀で、アブラムシ、ワタアブラムシ、コナジラミ、アザミウマなどに効果があると記載されています。個人的にこの成分を調べてみると、他にもシロアリ、ノミ、ダニ、ハエ、カ、ゴキブリ、キクイムシ、ウンカ、カメムシ、ハモグリバエ、貝殻虫などにも効果があるそうです。こちらの肥料を今年から使い始めて、去年アデニウムの葉に発生していたアブラムシも今年は発生していませんし、去年ホヤレツーサに発生していた貝殻虫も今年は発生していません。そして私が育てている塊根植物すべて今年害虫の被害に遭っていないので、とてもおすすめです。ちなみに室内で管理している観葉植物もこちらの肥料を使用していますが、今年コバエの量が激減しています。ただこちらの肥料は1年での総使用回数が5回までとなっているので、月に1度のペースで、やはり希釈は薄めの2000倍、マガンプ D であれば計量スプーン1杯の 5g ではなく、その10分の1程度で十分です。こちらもブログで紹介しています。この方法以外にも、肥料を使いたくないという方には土に植える際にオルトラン DX を土に混ぜるという方法もあります。根のトラブル、細菌、カビの発生、未生株、特に発芽から間もない株は湿度を高く保つ必要があるため、細菌やカビが発生しやすいです。葉や株に異変があれば、根が細菌に侵されている場合やカビが繁殖している場合、また根腐れを起こしている可能性があります。ですので葉や株にトラブルがある場合は、一度鉢から出してみて根を確認するのが良いと思います。また細菌やカビにはベンレートなどの殺菌剤を使用して、発生している患部に5回から6回水で2000倍に希釈した薬剤を散布して植え直します。現地球と未生株の植え替えの注意点、ここで現地球と未生株を植え替える際の注意点をお話ししたいと思います。パティポディウムグラティリスの根は植え替えの際にちぎれてしまうことが多いです。慎重に植え替えを行っていても、根が切れてしまうことを前提に行っていただければと思います。切れた根からは腐敗しやすい状態となっているので、現地球であれば植え替えから3日から1週間は水やりをせず、明るい日陰で管理をします。現地球であれば水がなくても3日から1週間はダメージがなく、この期間を乗り越えることができます。まだ小さい未生株では水なしで1週間耐えることができません。株の大きさや環境によって異なりますが、半日から3日ほど明るい日陰で管理をして、乾燥させてから水やりをするのが良いと思います。パティポディウムグラティリスの水やりはタイミングがすごく難しいですが、状態を見ながら水やりのタイミングを試行錯誤していただければと思います。またこの動画を配信しているのは現在秋ですが、もうすぐ冬がやってきます。冬室内管理に移動して行う水やりのタイミングというのは、まだ小さい未生株であれば鉢の中が完全に乾くことがなく、乾燥気味に育てるのが重要となると思います。ということで、パティポディウムグラティリスの育て方を現地球と未生株の違いを踏まえてご紹介させていただきました。私の動画は植物大好きな私が本、ネット、詳しい方からの話、自分の経験をベースに作成させていただいています。ですので私の情報が正しいというわけではなく、少しでも皆さんの園芸に役立つ、もしくは何かヒントになればと思っています。今後も皆さんの園芸に役立つような情報が配信できるよう努力いたしますので、ぜひチャンネル登録とグッドボタン、あとコメントいただけると泣いて喜びますので、よろしくお願いいたします。またラクマにてこういったビカクシダの板付けや観葉植物、ハンドメイドの商品、ドライフラワーなどを出品しています。このチャンネルをご登録いただくと、私から商品をご購入される際にエアプランツを1つプレゼントしています。もしご興味があれば概要欄にリンクがありますので、ぜひショップの方まで遊びに来てください。それではご視聴ありがとうございました。バイバーイ。